どうも、キューティクルでかいマサです。おっしゃ、クール三角切んなよ、そんなというわけですね、今回マサビデオ都市伝説シリーズでございます。自由というわけですね、都市伝説に非常に詳しいこの方、ミスター関を呼んでおります。あーあーどうもあ、やっちゃった。やみさ関、関心を取るんだ。骨兄さんか、お前。今回の都市伝説は、近年注目を浴びている次世代通信の 5G。実は数々の健康リスクと陰謀が存在するので。というわけですね、今回その 5G の危険性について触れていきたいと思います。まあ、新しい携帯回線通信サービスの 5G っていうのは、現在の 4G 回線よりも劇的に速い通信サービスで、本当に世界中で期待されてるので。速い、安い、うまい。よしねえだろ、それ。で、この 5G が普及するとどうなるかっていうと、まあ、通信速度が劇的に向上する以外にも、自動運転とか遠隔操作、いろんなデバイスの同時接続とかの IoT 時代を築くテクノロジーからしても、非常に頼もしい電波なんだ。もう IoT が実用化されるってことでしょ。いよいよ本格的になると思います。で、まあ、これを聞くとね、喜ばしいことかもしれないんだけれども、実はそもそも携帯回線の電波っていうのは着実に我々の体を蝕んでるって言われてるんだよ。現在利用されている 4G の電波でさえ健康被害が報告されている例もいくつか存在してて、だからさらにデータ通信速度の速い 5G が世界に放たれれば、潜在的な健康被害が出てくるのはもうこれ間違いないよね。風邪をひきやすくなったりとかってことでしょ。うん、もう携帯止めろじゃん。で、実際にその 5G の通信実験で、オランダでは鳥がだいたい300羽ぐらいが突然死したりとか、イギリスでは 5G の電波を浴びた人が不眠症とか鼻血を出しまくったっていう被害を訴えられてるの。俺 3G だからまだ大丈夫だよ。遅えんだよ。まあ、またの 5G の普及によって個人情報の流出っていうのはさらに増すって言われてる。で、その 5G の通信速度は毎秒 20GBPS っていう超高速通信がモバイルで可能になる。で、もうこの速度を活かして、もうインターネットのあらゆることがスマートフォンとかその他のモバイルデバイスで実現できる。で、もうそうなれば当然個人情報っていうのはもう筒抜けなわけ。まあ、有名なスノーデンが言ったように、 NSA が運営する極秘の通信監視プログラムのプリズムってところが 5G 端末から位置情報をはじめとして膨大なデータを収集するだろうっていうふうに言ってるのね。で、スノーデンは、そのプリズムっていう組織は、いつどこで何をしたのかっていうのは当然のこと、誰と何を話したかまでをビッグデータとして収集するって言ってる。5W1H。それ国語で習うやつだろ。つまり、人類選別がさらに本格化することをこれ意味してるね。で、実はこれは本当は序の口で、本当に恐ろしいのは、マイクロ波による人体制御なの。1970年代にモスクワのアメリカ大使館で、大使館の職員が次々と白血病とか脳腫瘍にかかったのね。で、これ米軍が調査したところ、大使館は強いマイクロ波の照射を受けてたことが分かった。で、このマイクロ波っていうのはもちろん携帯回線にも含まれてる、微弱な電波で、つまり 5G を使うとマイクロ波による人体の制御が可能になるって言われてるんだよ。じゃあもう人間がラジコンみたいに動かせるってことでしょ。そういうことなんです。負けたくない。3G だから大丈夫だ。で、通常の携帯の基地局から出される電波っていうのはさほど人体への影響はないんだけれども、そこに特殊なマイクロ波を加えることで脳に対してさまざまな影響を与えることができる。あまあ、通常の人の脳波っていうのは数ヘルツから数百ヘルツっていう、ごめんなさい。脳波っていうのは数ヘルツから数百ヘルツっていう非常に低い周波数を保ってるのね。その周波数にある周波数の電気信号を与えると、人間の脳は非常に安心した感情が発生するって言われてるんだよ。俺はよくお前 5G だわ。そう、つまりその 5G 回線に乗せて特殊な変調を持つ電波を放射することで、人間の感情をマイクロ波でコントロールできるようになるのよ。これは危ないよね。危ないです。例えばショッピングしてる時とか、 4G だと個人情報を特定して自分が欲しいものをあたかも見られてるかのように広告が表示されるでしょ。ただ 5G の場合は感情を操れるために、ただ広告を表示させるだけじゃなくて、その商品を無償に欲しいっていう風に思わせることが可能なんだよ。エロ動画よく見たくなっちゃうのも。それは DMM のせいだ。